フェドロフ M1916、フェドロフ M1916、ロシア語とは1913年にロシア帝国軍が採用し、1916年に配備された自動小銃である。20世紀初頭の水準では弱層である日本の 6.5mm50SR 弾38式ジッポを使用し、フルオート射撃時の反動を抑制し、 個々の兵士が携行できる軽量フルオート小銃という、後のアサルトライフルと同じコンセプトを世界で最初に実用化した製品である。フェドロフ M1916 は、ロシア革命の混乱の中で少数、短期間の配備に止まった過渡期の製品だったが、開発者のウラジーミルグリゴーリエビチ・ヒョードロフ、後に、中将は、ソ連軍及び、ロシア軍で採用された。 各種重機の開発を経引して多くの重機デザイナーを育成し1943年から始まった小銃弾と拳銃弾の中間の性能を持つ弾薬の開発とそれを用いる RPDK 機関銃や SKS カービン AK-47 などの開発で中心的な役割を果たしたフェドルフ M1916 は 当時のライフル銃に比べると短いカービンサイズである。また反動利用の作動機構を採用し、ガス利用作動方式のガスピストン等が必要でないため、重量は 4.4kg と比較的軽量にまとめられている。フルオートでのコントロールを容易にするために、断層の全部には、フォアグリップが備えられている。閉鎖方式には、モーゼル式の小トリコイル方式を採用しており、 その閉鎖、解放の流れは渦に示されている通りである。詳細は、小トリコイルを参照。小トリコイル方式の重機は、射撃時に重心が前後するため、重心が固定された、ボルトアクション方式と比較すれば、命中精度が劣り、小銃に採用されることは稀で、一般には、拳銃や短期間銃に採用されることが多い。スムーズに重心を前後させ、 白兵戦時に重心を掴まれるなどして、作動不良を招かないように、重心はストック及び放熱塔で覆われており、重心に過剰な負担をかけないために、重剣はストック部放熱塔に固定される構造となっていた。また、重量の軽減と連射時のバレル冷却の目的から、バレル自身にフルート加工が施され、重心に溝を掘り、表面積を増やして、 冷却効果を上げる方法フォアストック部には放熱性の高いルミ材と鋼板が使用された。フェドロフ M1916 にはいくつかのバリエーションが存在し、重心に2脚を装着した分体支援器タイプとマガジンが上になるように上下を逆にして2丁を連結した軽機関銃タイプが存在る。第一次世界大戦では機関銃が戦場を支配する。 残号戦が状態化したが、これは、ロシア軍にとって、日露戦争で、経験済みの事態だった。1905年の国交大改戦で、日本陸軍の秋山主体が用いた、機関銃と残号による、陣地戦術により、大損害を被ったロシア軍は、続く、旅順後為戦と法天海戦でも、当時画期的であった、同戦術をかけるする日本軍に対し有効な、 攻撃手段を持たなかったため、継戦不能となるほどの損害を被っていた。セルビア人のハンスラブ主義を煽っていたロシアにとって、これと鋭く対立していたドイツとの衝突が現実となれば、ロシア軍もまた残暴人地と対峙して大損害を被ることは明白であり、ロシア軍がドイツ軍に対して有していた大兵力のアドバンテージが封じられてしまうことが予想されたため、 ロシアは他の欧州諸国より先んじて残酷陣地突破の戦術を研究しており、ブルシールフによる独自の浸透戦術の実践が進められていた。ブルシールフの浸透戦術には敵が構築した残酷戦の脆弱点をついて後方に侵入する突撃不評と呼ばれる特殊な部隊が必要とされていた。突撃不評は前線の後方に侵入するために 敵の残酷線上に存在する脆弱点まで走って、肉薄し、後続の部隊と共に、後方へ侵入するために、敵の機関銃座を無力化する必要があり、このためには、濃密な弾幕を形成できる、フルオートカキを携帯できることが理想と考えられていた。しかし、当時の機関銃は陣地に設置されるのが前提である、巨大かつ重量級の装備であり、開発された、 当初の軽機関銃も数人がかりで運用されるレベルの代物であり突撃不評のように身軽に動けることが前提の部隊での運用は困難だった。後にブルシーロフ構成で大損害を被ったドイツ軍は浸透戦術を研究して自軍にも突撃不評を創設しているがその装備とされたのは手流弾と MP18 短機関銃だった。ヒョードロフは この要望に応えうるフルオート射撃の可能な自動小銃の施策を第一次世界大戦前に開始していた。1900年に砲兵士官となったヒョードロフは日露戦争で日露共に多大の戦果を挙げた自動火器の研究に取り組み、1906年に最初のセミオート小銃を試作するなど、当時の欧州の水準から見ても先進的な研究を進めていた。 この当時に、ヒョードロフの助手を務めていたのが、後のソ連で、銃器デザイナーの重鎮となり DP、DP-28 軽機関銃などの設計者として、知られるである。戦術的に要望されていた、軽量フルオート小銃へのアイデアを温めていた、ヒョードロフは、ロシア軍が使用していた 7.6254R を軽量ライフルから、フルオートで射撃すれば、強烈な反動で、 制御不能となることに気づいた。これは、後に、バーの機能を不評小銃に顕微させる目的で、M14 を配備しながら、フルオート射撃時に制御不能となる問題が、露呈してから、この機能を外してしまったアメリカ軍が直面したの、同じ現象である。軍隊支援火器であるバーは、フルサイズ小銃弾の中でも、威力の大きいを使用するが、 銃そのものの重量が 8kg 近くあるため、コントロールは容易だった。しかし、ヒョードロフが目指していたのは、標準的な不評用小銃の重量である 5kg で、制圧射撃を可能とすることであり、兵士が敵陣に肉薄しつつ操作できる兵器だった。この問題を解決するために、ヒョードロフはより反動の弱い 6.5mm フェダーウブリムレス弾薬とこれを用いる。 自動小銃を製作し、1911年のトライアルに提出した。この時、ヒョードロフのライバルとなったのが、ヒョードル・トカレフが試作した模慎なン小銃を、ショートリコイル方式で自動化する改造プランによる試作品であり、両者は革命後の1926年に行われたトライアルで再度対決することになる。良好な成績でトライアルを通過したヒョードロフは、 1913年に量産タイプの原型を完成させたが、専用弾薬の製造に問題が発生しており、配備を急いでいた軍から、ほぼ同寸、同性能ながら、セミリムド弾薬である 6.5mm50SR 弾38式実砲への改造と、固定式だった弾装の脱着化を要求された。式の製造は英国び日本で行われ、 弾薬の変更に対応した製品は M1916 としてロシア軍によって正式採用され2万5千兆の発注を受けたが直後に勃発したロシア革命の混乱を受けて1918年までに軍に納入されたのは9千兆余りと言われる。フェドロフ M1916 はロシア軍によって第一次大戦で実戦使用されたほか革命後の内戦では赤軍 白軍の双方によって使用された。フェドロフ M1916 は、ロシア革命で樹立されたソビエト政権にも続けて、約3000兆が納入されたが、革命後のロシアを取り巻く情勢は一変しており、日英に供給を依存していた 6.5mm、50SR 弾の入手は困難となっていた。また、ロシア軍が継承、改組された赤軍にとっても、 補給を統一できるメリットから 7.62E54R 弾を使用する自動小銃への要望が生まれつつあった。1926年になると、ヒョードロフのライバルであったトカレフが、かつて試作した模慎な岩小銃を、小鳥コイル方式で自動化する改造プランに改良を加えて再発表したため、赤軍による新たな選定トライアルが開始された。 このトライアルでは、トカレフの試作品に対しても小口径化した上での参加が望まれていたにもかかわらず、トカレフは 7.6254R 弾を使用する試作品で参加し、フェドロフは M1916 を 7.6254R に大口径化した試作品を提出した。ヒョードロフの弟子であるデグチャレフは M1916 を改良した試作品を提出し、 シンシンノはガス圧作動方式の試作品を提出して、これらの中で優劣が競われた。トライアルの結果、ショートリコイル方式を用いるヒョードロフ・トカレフ・デグチャレフの試作品はいずれも軍用としての耐久性と頑丈さに欠けるとして不合格となり、ガス圧作動方式を用いるシモノフの試作品は、ガスシリンダーを重心の横に置いたデザインが技ざいして不合格となった。 1928年には、ヒョードロフ自らが指揮をとっていたトライアルが再度行われ、デグチャレフは新規にガス圧作動方式の自動小銃を提出した。このトライアルで、フェドロフ M1916 とトカレフの自動化改造プランが採用していた、小取りコイル方式は重心を固定できないため軍用として不適格との最終的な結論が出され、トカレフは新規に ガス圧作動方式の試作品を再制作することになったが、デグチャレフのガス圧作動方式自動小銃が赤軍に採用され、M1930 として製造が開始された。一方で、1926年のトライアルで落選した下の府は、新たにガスシリンダーを重心の上に置き、ティルティングボルト、落とし込み式の閉鎖機構を採用し、セミフルオートで射撃できる。 試作品を1931年に完成させ、これが1934年に AVS-36 自動小銃として採用された。新たな自動小銃の出現で旧式化したフェドロフ M1916 だったが、1938年のチョーコボン事件でソ連軍と交戦した日本軍によって露客されている、ほかフィンランドとの冬戦争でも使用されたとされる。 また、冬戦争の終結から半年後に、関東軍から当時のアナン・コレッチカ陸軍時間に当てた報告の中にもフェドル・フエム1916の退役ついて記述されており、1940年までに実戦部隊から回収されたと考えられる。ソ連軍は冬戦争で苦戦を強いられ、投入されたフェドル・フエム1916の多くが戦場で失われたため、 現在のロシア国内にほとんど残っていない。一方で露核されたフェドロフ M1916 の一部がフィンランドを通じてナチスドイツの手に渡った。その後、ドイツでは第二次世界大戦中に新型の弱装弾 7.92X33 クルツ弾を用いた軽量自動小銃 STG44 が開発された。ドイツ軍が投入した STG-44 と対峙したソ連軍では 7.92X-33 クルツ弾に影響を受けた M-43 の開発を1943年から開始した。これを使用する RPDK 機関銃 SKS カービン AK-47 は戦後の超大国となったソ連と衛星国の軍隊にて標準装備として大量に製造され、冷戦の激化とともに 世界中に拡散して今日に至っている。ヒョードロフは1928年に労働英雄の称号を与えられ、ゲオルギー・シュパーギンといった多くの重機デザイナーを育成しつつ、60歳を迎えて1933年に一旦引退した。引退していたおかげで、その後の大粛清を乗り越えて生き延びたが、1942年からの 独ソ戦勃発と共に70歳近い高齢でありながら再度出資しており、1946年までソ連における弾薬と自動小銃の開発を指揮し、AK-47 など多数の開発を統括した。その後、科学アカデミーの会員に選出され、霊人勲章を授与されるなど栄光に満ちたあまりを送りつつ1966年に死去した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。